おっしゃ。前回山行った時にですね、西向きだったんですけども、今日の山ですね、南西の方の山入ってるんですよね。今車でちょっと10本ぐらいですかね見てきたんですけど、金すら出てないような感じなんですけど、前回ですね、伊藤さんと来た時なんかはちょっと沢がなかったところっていうかですね、確か西向きの山の方にちょっと入ってみたんですけど、ちょっと実は薄かったっていうか、前回の動画見ていただけるとわかるんですけど、はい、なのでちょっとですね、今回はちょっと沢がある近辺の南西向きの方のちょっと山に入ってます。実はですね、ここ去年一昨年確か少し撮ったのかな、はい、こんなところで今10本ぐらい見てきたんですけど、よいしょ、いやいやいや結構太い木あるんですよねここで、ちょっとまだ金すらも見つけられない状況で、いるんですけど、ちょっと目の前にですね、ちょっと大きい水ならあるな、よいしょ、おでっかい、はい、なわけ、なんか舞茸の匂いするな、匂い、もう匂いっていうか、もう木見ると匂いするんですけど、ですよね、そんなに甘くはないと思うんですけど、よいしょ、よいしょっと、おある、ある、おっと、おこれ、でかいな、おっしょ、あっと、ありました。あーこれ結構でかい、あーよかったな。今日実はですね、幸運のハケゴ持ってこようか舞茸かご持ってこようか迷ってですね、実は舞茸入るような大きいちょっとかご、しょいかご持ってきたんですよね。いやーよかった。はい、こちらが、天然、舞茸になります。はい、こんな感じ、いい見えます。ちょっとですね、今ナタでちょっと、あれしてみますので、はい、こんな感じです。だいぶこれキロ数ありますね、っていうか周りは1個かな、1つ、よしと、じゃあそれではこれ取っていきたいと思うんですけど、ちょっとでかいな、久々だなこんな大きいの。いや、ひらっかった、これこう手入れた瞬間にですね、よくマムシとかいる時あるので気をつけないといけないんですけど、ですね、まずちょっとこの、よいしょ、これちょっとそっくりは入らないので、ちょっとハケゴがですねそっくり入らないんですよね、よいしょ、というのでちょっとこの木が、いやこれもうしばらく出ないんでしょうね、もうこんな大きいの出ると。よし、やっと今年初物です、よいしょ、おと、いやなんか遅れてるっていう、やっぱりあれなんですかね、場所なんですかね、はい、遅れてるっていうふうな感じなんですけども、よいしょ、はい、こんな感じ、大きさ見えますかね、はい、こんな感じです。
大体ですね、タバコを置くと分かるんですけど、こんな感じですね。あっと、はい、こんな感じ。だいぶあります。キロ数がだいぶありますね。多分もう5キロ以上、10キロ近くあるんじゃないですかね。よいしょ。はい、よかったです。重宝しますね。安倍さんから解いていただいたナタなんですけど、よいしょ。じゃあですね、ちょっとハケゴ入らないので、2株に、分けてちょっと今回は、持っていきたいと思うんですけども、よいしょ。はい、じゃん、こんな感じです。あとですね、こっちの石突きの方ですね、なるべく舞茸取ったら綺麗に落としていくと、いいと思います。帰るまでですね、汚れたりするので、取っていった方がいいと思いますね。で、なるべくですね、こういった残骸は人にですね、バレないようになるべく綺麗にやってですね、帰った方が、私はいいと思います。はい、そんな感じで、これ本当は食べられるんですけどね、このくらいだとあれなんですけど、ちょっと今回別に切って持っていこうと思います。で、後でちょっと調理してもらって、はい、よかったです。なんかですね、今日はうち出てくるときに、今日は舞茸ご飯だなーなんて冗談で、舞茸ご飯と今日は天ぷらだなーなんて、今日はちょっと実はうちでですね、昨日一昨日栗ご飯したんですよね。で、久々にですね、なんか秋を感じたと言いますか。で、今年ですね、キノコっていうキノコまだ食ってないんですよね。で、ちょっと今日うち出てくるときにあれなんですけども、そんな感じに、行ったらですね、ありました。はい、てなわけで、今ちょっと収穫を終えました。大体ですね、このハケゴ、結構これ2袋でこれぐらいですね。多分10キロ以上ありますね、なんか思った感じで。これですね、必ずですね、木の周り全部見た方がいいと思います。よいしょ。今山下ってきたんですけど、ちょうどですね、全くわからない方と知り合いまして、はい、こちら、アケビ、天然のアケビです。取ってきたそうです。あ、中全部取ってくるんですか。お地で流れない。あー、なるほどね、うん、ほい、こんな感じ。天然のアケビも今最盛期のようですね。はい、今山下ってきてですね、今水汲み場っていうか、天然の水汲み場の方に来てるんですけど、結構皆さん水汲んでますね。めちゃくちゃうまいんですよね、この水。はい、てなことで、今山から下ってきましてですね、これからですね、ちょっとサッテロさんの方に行って、動画ちょっと回してみたいと思います。それでは移動します。はい、てなわけで、今ですね、山の店っていうことで、こちらサッテロさんっていう、山の小屋の方に来てます。こちらですね、キノコとかですね、いろんなものをお店の中で、販売してるお店なんですよね。ちょっと中の方にちょっと入りまして、見ていきたいと思います。じゃん、すいません、お邪魔します。おーっと、舞茸です。舞茸からですね、ブラハリタケ、いろいろありますね。はい、こんな感じ。天然のこれ白ですもんね。あ、でも黒もあるね。白というか、かけふ。これは飛んでまいたり。こっち映しても大丈夫ですか？大丈夫
はい、大丈夫ですよね。ですよね。いや、もうめちゃくちゃありますね、よ。はい、こんな感じ。で、大体5000円とか、まあ3000円から2000円とか、いろいろあります。そうですね、こちらが天然の山ぶどうになります。はい、向こうのジュース。私の方の。これ、ああ、薄めて飲むやつ。薄めに、このままでいいの。あ、このまま。はい、もう完全にですね、熟してからですね、あのジュースにしてるので原液のままで飲めるやつ。はい、これ、これはですね、あの私の動画で前々回ですかね、あの撮ってきましたトンビマイタケの塩漬け、これ私のじゃありませんけども、トンビマイタケの塩漬けです。はい、それでは今回はサッテロさんにお邪魔いたしました。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。